ちは。今回、買ったものがありまして、はい、私たち釣り岡大体釣ったものは持って帰ってきて食べます。はい、はい、でも僕がアマゾン行った時ワニ釣ったんですけど持って帰ってきてません、はい、食べてもいない。はい、食べてもいない、はい、ってことで、はい、ワニ買いました。怖っ。足つき、なんでわざわざ足つきにするんだろうね。うん、ね、握力でしょうね。これめっちゃのあれですよ、トレーニングにいいらしいですよ。肉、あ、タンパク質が上質だ。さん、プロテインの方がタンパク質。上質。どこから来とるんですか。あ、オーストラリアって書いてる。ってことは、はい、あっちか、なんて言うんだっけ。オーストラリア、クロコダイル、クロコダイル、ダンディクロコダイル、ダンディー、小玉で。あ、貸しましょうか。でっかいナイフ持ってるんで、です。で、今回これを、はい、七輪で。生で。生は危ない。生で。多分生は怖い。で、七輪で焼いて食べたいと思います。はい。さあ、あれ、みんな引いてないか。本当だ、クロコダイルって書いてある。みんな、みんな食べさせるからな。いらない。アリゲーターじゃない。あれ種類が違うの、名前です。クロコダイル、なんか歯の向きがクロコダイルとアリゲーターは、歯の生え方が違って、カイマン。うわー、やばい。カイマンはどっちかの種類だったんじゃないかな。見てこれ。うわー、鱗までついっとる。鱗だきさん。やばい。鱗だきさんや。サコンジ。これ。サコンジ。これね、これ食用ワニなんだろうかね。ねえ。わー、じゃあ焼いていきましょう。はい、味はとりあえず塩コショウ、はい、で、横でアルミホイル置いて、あー、ソースみたいな、照り焼きソースかなんかをグツグツ やれば最悪ね、うん、最悪臭かったら、はい、つけて食べようかなと。これ食べる前にちょっとそんなんない、おいにいは、そんなないけど、かすかに泥臭くはあるかなっていう感じですね。本当だ、見た目鶏肉っすね。まあ、焼いてみますか、鶏肉、はい、ではお外に行きます。はい、さてさて、はい、そしたら炭がやっと火ついたんで、はい、置いていきたいと思います。うーふ、バーベキュー、すげえな。あと先に塩コショウを振りますか。肉の部分に振ればいいですかね。そうですね。さあさあさあ、おいしょ。俺今もうワニと握手しとるけど、そりゃ握手だろう。おい、パリンコ、では、あーちょちょちょ、そこ炎めっちゃ上がってたっす。あーちょそりゃ熱かな。じゃあ置いていきます。あ、はい、ららら、やば、これ油がジューンとかなるのかな。いや、そんなないと思うけどな。僕の財布が、あ、わあ、お友達。それも焼いてみます？いやいやいや、これは困ります。タレで。まあまあするね。まあまあ。まあまあする。ひっくり返してみましょうか。なんかね、匂いがね。変な匂い。美味しい肉の匂いじゃない気が。わあ、でも焼け方なんか。鶏肉っぽいね、うん、この辺でもなんか、うわお、うわお、わお。でもこれを食べる文化の人たちはうまそうって見えるんやろうね、この辺も、でしょうね、鶏肉みたいな。こわ、ちょっと怖いね、味次第ですね、まあ、あ、ここが焼けての匂いか、皮のとこ、髪の毛が燃える匂い。あれから、はい、だいぶ時間経ったんですけど、うん、なんかね、中の方がなかなか中が焼ける。そうそう、なかなか中が、中がね、なかなか中や、なんかピローン出てきた。それなーに、わかんない、なにこれ、謎のものが出てくるね。だからちょっとさ、これ包丁でちょっと切って、はいはい、で、ちょっと焼きますか。いや
あれや、あ、いや、通ってない、やっぱり通ってないな、いや、切り口も鶏肉っすね、見た目。あ、ほんとっすね、うん、完全にダイエット食じゃないですか、これ。うん、なんか、そう書いてあったっすよ、なんか低、なんとか、うん、低脂肪、あ、低脂肪で、なんたらで、高タンパクやったかな、だから、あのダイエットとか、なんか筋肉つける人にはもってこいの肉だ、みたいな。俺の筋肉はワニの肉でできているって強そうだからね、せっかくだからあの陽来さんたちにも食べていただきたいなと思ってたんですけども、それかみんなうわーって言ってスーッといなくなる、ね、あ、行った行った、なんか変な匂いがした。今行きますよ。おおおおおわ、すげえな、油が。油がすごいですね、やっぱ。すごい。なんか、爬虫類って油とかってなさそうな感じに見えるけど、実は、いっぱいあるね。あるね、すごいね。すごい。周りの油。うん。くわー。くわいい。くわー。おー。なんか、ちょいちょい匂ってくる。違う匂いが、うん、なんか普通のね、よく食うお肉とは違う匂い、うん、違う匂いがするっすね。これに照り焼きソースを温めとこう。照り焼き、照り焼きワニ、まあ照り焼きステーキみたいなもんですよ、うん、よし、はい、結構焼きました。ちょっと待って、ほら緑の汁が爪から垂れて、もう油の色がおかしい、あと粘度がおかしいわ完全にグレムリンですよね、これ。グレムリンがね、太陽に当たった後に出すやつ。あー、背中ボコボコになっちゃったり、はい、あれ、水か。そうそう、水を浴びながら太陽に当たってこんなのがブレーって絶対グレムリン、これで、まあ結構焼いたんで、もういけんじゃねえかなと思います。ちょっと揚げますね。はい、まあ、いけそうなやつは、うん、そこに出してしまえば鶏肉ね、ちょっと焼きすぎた鶏肉みたいな感じになって、いや、 おめえら焦げてんじゃねえかよって思うでしょしょうがないじゃない、怖いんだものさあ、はい、食べますか。いただきますか。もう、いい、いいつまみですよ、はい、多分。その前にですね、まあ、つまみがあれば、あ、ワニにはビールって昔から言いますから聞いたことないけども、はい、先に飲みます。それを僕はコーラで、うん、うん、うん、よしよし、いただき、そのまま食べてみようかな。じゃあいただきます。いただきます。ん？ん？ん？うまいあの食感がね、うん、いいっすね、これ、うん、チャクチャクっていう感じの食感が、なんか鶏肉とも違う、うん、シャキシャキした鶏肉、うんうんうん、みたいな感じですよね。まあうまいやん。うん、これビールが進みますわ。あ、これうまいかもしれない。うん、ちょっと照り焼きソース、照り焼き、これあ、それはうまいわな。うん、うん、うん、間違いない。うまい、うまい。食感がいいから、うん、味をつけたらめっちゃなんかね、うん、美味しい肉、これ。うん、あ、これちゃんと調理したら美味しいぞ、うんうんうん、多分あれ、えのきの束を食ってるみたいジャクジャクジャクってなる感じの。あ、確かに、うんうん、あのキノコ系の食感っちゃ食感、うんうん、うまい。意外といけるってことが分かりました、うんうんうん、いい。ただあの食べる前にこの絵は見たくない加工された肉を、ね、加工されたやつをね、食べられる方は加工されたものを買いましょうということで、はい、ワニの七輪焼きでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。パワーワードやなご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら、はい、はい、はい。